プロトタイプはデモンストレーション目的や新技術、新機構の検証、試験、量産前での問題点の洗い出しのために設計、仮組み、製造された原型機、原型回路、コンピュータプログラムのことを指す。プロトタイプという言葉の原理的には量産モデルに発展させることが前提、ないし少なくともそのつもりはあるという点が実験機や 試験機や試作機などと異なるが、例えば正式採用を決定するコンペで破れるなどして、結局量産されないことも、ままあり、厳密な区別はない。新製品を量産に移す前などに試験用途として、作られ、製品の設計に起因する問題や、その他の不具合を発見でき、具体的な修正の検討に入れる。 こうすることによって、量産して市場に出た後で不具合が発覚することを防げる。量産用プロトタイプが十分に洗練されていて、その機能性、強靭性、量産性及び他の目標を十分に達すると判断された場合、その製品を量産に移せる。しばしば、そのような用途のプロトタイプは大量生産技術とは違った技術を用いて製造される。 このための技術や手法はプロトタイピングと呼ばれる。電子回路においてはプロトタイプ品と量産品で性能に違いが出てくることがある。これは部品の数や違いプリント基板のパターン引き回しの違い空中配線部品を使ったかどうかなど様々な要因がある。C 言語には関数プロトタイプ宣言というものがあるが、これは関数、 サブルーチンの引数と会議値の値を宣言するものである。外部とのやり取りを示す宣言に対し中身を示すものを定義という。プロトタイプベースのオブジェクト思考プログラミングでは、プロトタイプはクローンとしての新しいオブジェクトを作ることができるオブジェクトのことである。逆にそのクローンの側から見ると、自分がクローンとして作り出される元となったオブジェクトがプロトタイプである。 試作プログラムや画面デモ用プログラムなどもプロトタイプと呼ぶ。日本においてはデモ版ないし、ベータ版、まれにアルファ版などと呼ばれることも多い。Adobe ディレクターなどのツールを使うと通常の開発環境より迅速にメニュー画面などのプロトタイプやデモンストレーションの作成ができる。また実際の開発環境との互換性が全くない。 ため確実にプロトタイプを破棄できる利点がある。プリンス R380 自動車では、各種性能の確認やデモンストレーション、新たな装備、機能の試験目的で製造される。スタイリング決定後に、行動で試験を行う場合は、覆面や偽装が施されることもあるが、サスペンション、エンジン、トランスミッションなどの試験の場合、現行型を改造して行われる場合もあり、 その場合は、外観での判断は難しい。逆にフレームのみであったり、雨よけ程度だったりと、一見してそれとわかるものもある。一般に披露されることは少ないが、プリンス R380 やトヨタ 2000GT の速度、記録試験車、果てはソニーが次世代のカーエレクトロニクスカーデバイスの検証用として試作されたセダン型電気自動車、 ビジョン S などのように宣伝目的で露出され、広く知られるようになる場合もある。一般消費者へ向けて、主にモーターショーなどで展示されるものは、コンセプトカーや、ショーカーとも言われる。中でも、第二次世界大戦後のアメリカのビッグスリーが制作し、各地のモーターショーやメーカー自身の巡業に使われた、いわゆるフューチャーカーや、ドリームカーの数々は、自動車市場でも特筆に値する。 日野、コンテッサ900スプリント1960年の日本ではトヨペットスポーツ、日野、コンテッサ900スプリント、イスズ117クーペなどのように市販車のシャーシに、ヤナセやイタリアのカロッツエリアなどのコーチビルダーが製作した車体を仮装したワンオフのモデルの出品が行われるようになる。その後、FRP を多用した形だけの、いわゆるハリボテが横行したが、 バブル期以降は、プロモーションビデオの撮影のため走行可能なものも制作されるようになった。行動走行可能なプロトタイプは、試作者として登録が行われ、自動車検査省の交付を受けた車両のほか、臨時運行許可番号表や、回送運行許可番号表を取り付けた車両で、行動走行試験を行う。アウディアール10モータースポーツでは、国際自動車連盟や、 万代区分が異なっていたり、外観や蘇生、編成などが量産車と異なる場合がある。量産車に合わせて改造される例も多いが、そのまま使われ続ける場合も珍しくない。また、量産が見送られた場合には、少数勢力や位置形式一両のみの車両となってしまうことがある。さらに一連の試験を終了した車両や量産が見送られた車両については、 共通運用が組めない、使い勝手の悪さなどから車例が10年を満たないうちに廃車となる場合もある。また、営業運転は、愚か試験を行うことなく廃車された車両もある。JR 東海の n 7 0 0系や N700SK の先行試作車のように、量産車登場後は営業運転に投入されずに、そのまま試験用の編成とされる例もある。北米。 GP38 から2機関車の実写、模型を制作するときは、プロトタイプと呼ばれる模型。プラモデルの世界では、プロトタイプとは制作の参考にするための、実物モデルのことを指す。特に、北米の鉄道模型マニアの間では模型を、制作する際に参考とする実物の鉄道車両、鉄道施設のことをプロトタイプと呼ぶ。例えば、アサーン社が、 エンド GP38 系ディーゼル機関車の模型を作る際、実物の機関車のことをプロトタイプと呼ぶ。技術的には生き物でないものはどんなものでも、構造、設備、付属器具を含む物体、自然の景観など、すべてがプロトタイプとして役に立つ。特にジオラマやレイアウト、シーナリーを制作するために参考にする場合が該当する。 しかし北米では次のようなものがプロトタイプとして好まれる。フィクションのアイテムがプロトタイプを呼べるかについては議論の余地があるものの、フィギュアや人形を制作するときのモデルとなる人間や生き物については決してプロトタイプと呼ばれることがない。日本の模型ではプロトタイプという言葉は個人レベルで作った少数生産、少数反復前提の試作品や企業の試作品、 量産先行品に対して使われることが多い。機動戦士ガンダムに橋を発するリアルロボット路線のアニメでは、本来はそのプロトタイプである機体のパイロットではなかった主人公が偶然の行きがかりから登場して操縦したことをきっかけに物語が繰り広げられるというパターンがストーリー提携の一つとして存在する。このような作品では、 主人公が乗り込んだプロトタイプ機を主役メカとしてストーリーが展開されていく。また、正式機という設定であっても実質的にプロトタイプ機も同然の少量生産の機体が主役メカであることも見られる。プロトタイプ機が主人公の登場機である場合、これを雛形型とした量産機や後継機が劇中に登場するストーリー展開がなされることがある。このパターンでは、 量産機、後継機と位置づけられた機体では、生産性向上、コストダウン、機体の安定動作などを優先させるべく機動性や、戦闘能力などで、プロトタイプ機と比較してデチューンされているという設定が、多い。ただし実際の兵器においては、ほとんどの量産機はプロトタイプにおいて判明した、問題点を改善したものであるため、量産機の方が高性能であり、 試作機の方が優れていることは極めて稀である。後継機の場合も改良により性能が向上しているのが基本である。リアルロボット路線のアニメの場合、プロトタイプ機については、再三、安定性を度外視した一品物のスペシャル機であったり、もしくは最新技術を投入した実験機、特殊な能力や要素を持つ人物しか、 所定の性能を発揮させられないなどの設定がなされることが多い。この他にも作品ごとに細かなバリエーションがあるが、多くの作品では何らかの理由で量産機よりもプロトタイプ機の方が高性能という設定付けがされるとともに、量産機は大量あるいは徹底的に破壊されるやられ、役を担い、これによって主人公の強さや主役機の優秀さを際立たせる。 演出がなされる。ありがとうございます。